来たぞ、日頭。ご足労いただき、ありがとうございます。ああ。そのですね、私、水戸くんに話したいことが、日頃の感謝というか、違う、そうじゃなくて、日頭。はい。言いたいことを言いたい順に、ゆっくりと話してくれ。整理はこっちでする。最初に図書室で会った時、水戸くんから話しかけてくれましたよね。私嬉しくて、同じ趣味の人に出会えたっていうのもそうなんですけど、私の言うことめんどくさがらずに聞いてくれたことが。私昔から変な子だ、偏屈だ、めんどくさい子だってずっと言われてて、本当に私が好き勝手に話してもちゃんと聞いてくれる人、それどころかちゃんと答えてくれる人初めてで、嬉しくて楽しくて、もっと一緒にいたいんです。ずっと一緒にいたいんです。だから私を水戸くんの彼女にしてください。好きです。友達だっていつも言ってたのにな。あれも嘘じゃないです。友達としても本当に。僕も君といるのは楽しいよ、日頭。こんなに気の合う、気兼ねしなくていい相手は生まれて初めてかもしれない。だからきっと君と僕が付き合ったら、これ以上ないってくらいうまくやっていけると思う。喧嘩もするだろうけど、君となら新刊の話でもしてるうちに忘れてそうだ。でも、ごめん。ごめん。君と付き合うことはできない。なんで？僕は強烈な人間でさ、本気で向き合えるのはどうも一人が限度らしい。そのたった一つの席をさ、そんな権利もないくせにまだ占有してる奴がいるんだよ。そして僕はそいつのことを、そんな義理もないのにまだ泣かせたくないと思っているらしい。だから何度でも謝る。ごめん。君自身を理由にしなくて、他の奴を理由に断ってごめん。君に落ち度はない。他の誰にも落ち度はない。これは僕の問題だ。これが僕の中にはっきりと存在する僕の気持ちなんだ。ごめん日頭、僕は君を彼女にはできない。だからそれでもあえて彼女を作るとしたら、たとえ価値なんかなくても自慢にならなくても、どうしてもそばにいてほしい、そう思った相手だけなんじゃないかな。私なんかと違って日頭さんとならうまくいくに決まってるのに、私はもうただの義理の兄弟でしかないのに、どうして彼女じゃなくなった人間をまだあなたのそばにいさせてくれるのよ。